わお、あの山すっごく高いね。ああ、知ってるよ。これよりもっと高い山があるんだろ。それじゃあ、世界で一番高い山は？それはいいアイデアだ。ヒマラヤ山脈に行って確かめよう。それには翼とパワーショベルが必要だ。翼とパワーショベルをつけます。ブリッピステーション起動。さあ、ブリッピ号で冒険に出発だ。世界で一番高い山を探そう。やっほー。やあ、僕はブリッピだよ。こっちはタブス。世界一高い山を探してるんだ。それならちょうど今登ってるよ。どうも、私はイエティのベッティ。イエティ頂上に向かってたの。あそこの雪は最高なんだから。うん、古い雪はやっぱりダメね。僕も一緒に行っていい？世界一高い山のてっぺんを見てみたいんだ。もちろん。でも覚悟してね。この山本当にすっごく高いから。つららだ。こんなに上まで来た。気温がすごく下がってる。ありがとうタブス、ココアは大好きなんだ。うわー、雪崩だ。捕まえた。ふう、危なかったね。ねえ、あれが頂上だ。やった、登ったぞ。おー、うわー、頂上はすごい風だ。大丈夫だよ、プリッピ。それで、この山はなんていう名前なの？これは、チョモランマ。エベレストさんでいいよ。そうだね、タブス。疑問の答えがわかったぞ。世界で一番高い山は？それは、エベレストさんだ。この山の高さは8849m。答えをアップロードして。そしてここの雪はとってもデーリシャス。おっと失礼。おやつを楽しんで。じゃあね、イエティのベティ。バイバイ。